アーサー・ダフは、アイルランドの作曲家。ダブリン出身。少年時代は、ダブリンのクライスト・チャーチ大聖堂の合唱隊員で、アイルランド音楽アカデミーで学んだ。その後ダブリン大学トリニティ・カレッジで音楽の学位を得、後の1942年には、博士号を得た。20代前半、ダブリンの聖マティアス教会でたびたび、オルガンコンサートを開き注目を得た。 1923年に陸軍に入り、軍学隊の指揮者や軍学学校の教官を務めた。1931年に除隊した後は演劇会に展示、アベーザなどの劇場で、ウィリアム・バトラー・イエッツらの作品の付随音楽を手掛けた。1937年にアイルランドラジオ放送に入り音楽プロデューサーとなった。またアイルランド放送公共楽団の指揮者として、 友人のアーノルド・バックスやアーネスト・ジョン・モーランの作品を取り上げた。作品はイギリスの作曲家、ピーター・ウォーロックとフレデリック・ディ・リアスの影響を受けており、商品が中心である。初期の作品は、声楽曲が多かった。管弦楽曲の代表作は語学賞の弦楽のためのアイルランド組曲で、1947年にはダブリンで、 ジョン・バルビローリ式の晴れ還元楽団が演奏した。最後の還元楽曲は、18世紀にダブリンに在住していた、作曲家たちの作品に基づいた語学賞の、ジョージ王時代のダブリンのエコーである。ザ・アイリッシュ・タイムズ・オルガンリサイタル、1 1フェブラリー1 9 2 2ザ・アイリッシュ・タイムズ・アイリッシュ版、エ d i a リー。 13エプリル1937ハットザイリッシュタイムズミュージックオブアーサーダフ12セプテンバー1941ハットザイリッシュタイムズ RDS リサイタルこのオベンバー1940ザイリッシュタイムズハレオーケストラコンセルト29セプテンバー1947ハットザイリッシュタイムズプロムコンサートインエイアティシアター 30 January 1956ありがとうございます。